おつぽーん、あいかゆずきです。今日はですね、私ダイエット企画中じゃないですかということで、今日はねエステをやっていただきたいなと思います。何をやるんですか？前回ね目標設定しましたので、はい、今日は部分痩せが得意なマシンをかけていきます。特に上半身がお悩みっていうことでしたので、今ついているものをより燃やしやすくするようにしていきます。はい、ここでやってくださるんですかね。ここで、はい、やっていきます。お願いします。はい、よろしくお願いします。ごめんなさい、冷たいです。ごめんなさい。で、キャビテーションというのが入っているので、はい、キャビテーションって受けたことあるんですか？大好き。あ、はい、ほんと？キルキルキルって、うん、あの宇宙と混信してるみたいな音がします。はい、ますじゃあ当てていきます。おお、おお、来た。本当に、おお、聞こえる？え、私だけ聞こえてんの、うん、嘘でしょ。すごいすごいすごい。イルカ並みに耳がいい人は聞こえますけど、普通の人は、これはすごい受けてる人だけ。不思議。骨の振動ですかね。そうです、骨振動で。おお、確かにキュンキュンキュンって感じです。効いてる感すごいです。おお、お腹の脂肪、はい、そんなにないけれども、あったかい、うん、すごい、なんか熱が、お腹が熱くなってきました。熱くなってくると、ゆずきちゃんみたいなあの筋肉量の多い方はすごく効果が分かりやすいと思います。もともと燃える力があるので、すごい、くびれを作っていきます。くびれたことがないんですよね。私骨盤が狭いってよく言われて、そうですね、下腹部小さかったですもんね。できにくいってよく、くのびら時代もです。くびれがほとんどないから、写真の角度によって見せ方でくびれてるように見せてました、うん、じゃあくびれ作ります。はい、作ります。作ります。作ります。くのびら時代は毎日痩せろ痩せろって本当に言われてたので、それがすっごくストレスになって、新幹線の移動のグリーンとかだと毛布もらえるんですよ。毛布の中くるまって食べてました、こうやって。あ、泣いてたんじゃなくて食べてた。だから痩せたことがないのかな。だからタルドルってよく言われてました。私たちの時代なんかタルドルってよく言われてたんですよね。今いるのかな。何キロになれとか言われてました？体重よりやっぱりその時から見た目ですね。すごい痩せろって言われてストレスで逆に太るみたいな感じが多かったですね。これ伝わってないと思うんですけど、お腹がすっごく熱くなって燃えてるって感じです。何なんだろう。左半分やったんですけど、ちょっと触り比べてみてもらっていいですか？全然違います。柔らかくなってるんです。柔らかい。そう、このおっぱいみたいなお肉にならないと落ちていかないので、これをこういう形に、まだ途中なんですけどね、こうやっといてから運動されるじゃない、ゆずきちゃん、はい、で運動していただくと燃えます。あ、そうなんですね、はいはい、吸引するやつ。吸引するやつ、はい、怖いかもしれないけど、いきますね。あ、全然大丈夫。全然大丈夫ですか？なんか掃除機で吸われてるみたいな。違う。何が違うのかな。高さが全然違うっていうのと、このくびれ感、なんか厚さが、あ、そう、そうです、そうです、うん、燃えてるって感じが、うん、すごい。あと肉の柔らかさが違うのかな、はいはいはい、くびれてきました。くびれたい。ここからです。今あったかいからここから燃えていきます。横向きになりましょう。膝伸ばしてこうですね、はい、すごいセクシーな感じ。これさっきのですか？違うやつですか？これさっきの。あ、本当ちょっと違うでしょ。ちょっと、はい、もっとここが癒着が剥がれてくると脂肪を燃焼しやすくなって薄くなってくるので、癒着が剥がれるだけでも全然変わってくるので、うん、じゃあもううつ伏せいきましょうか。はい、はい、はい、じゃあゆっくりになります。これはね、細くなりますよ。本当ですか？うん、うん、笑顔でプリプリが。はい、じゃあうるさいです。はい、いきます。こんな感じ。私しか聞こえてないんですよね、はい、めっちゃうるさい。すごいです、うん、伝えたい。私ぐらいの年齢の方ってやっぱ二の腕で気になるっていう方多いですか？そうなんです。お子さん出産された方はホルモンバランスが変わって、はい、妊娠すると女性ホルモンが一気にバーッと増えるでしょ、うん、その時に皮下脂肪つきやすくなるんですよ。へえ。それでここについて、いわゆるセルライト化してしまって、はい、落ちにくくなっちゃったっていう人が多い。なるほど。で、触っていただくと二の腕びっくりするぐらい冷たい方は、はい、どうですか？あ、めちゃくちゃ冷たい。二の腕とお尻が冷たいです。そうね、
残念ながら燃えにくい脂肪になっちゃってるの で、 そ、 うなんです、ね、そのままあの筋トレとかしちゃうとでっかくなっちゃうのね。はい、やばい。なのでマシン使ってあったかくて柔らかいお肉にしておくと、はい、運動した時に落ちやすくなります。じゃあ運動は有酸素をやればいいんですかね、うん、筋トレをしてください。筋トレをするんですか。はい、あの有酸素はいらないしないためにも有酸素できる元気があったら元気があったら、はい、筋トレは何やればいいですかね。足とか大きい筋肉を鍛える。あ、足やっていただいていいです。はいはい、あとは今施術してるので、はい、背中も鍛えといていただいて、はい、うん、グラビア撮るときに全然違うので。はい、あと腕は二頭筋じゃなくて三頭筋を鍛えるような、あの腕の後ろ側を鍛えるような、はい、あの筋トレをし、そうですね、していただけると、はい、肉が吸われてる、癒着がだいぶ取れました。気持ちよくて寝ちゃいそう。これでダイエットできるんですかね。皆さん痩せてますよ。すごい。うん。痛気持ちいい感じじゃないでしょうか。ありがとうございます。高くなってますが。気持ちよかったです。もうめちゃくちゃ。本当ですか。うん、これとあと大事なのが食事ですよね。はい、そうですね。これ先生。これすごいの用意してきましたね。してますけど。ありがとうございます。はい、これね現役時代から飲んでらっしゃると思うんですけど、はい、プロテインです。あ。はい、こんな美味しそうなプロテインがいっぱいあるんですね。そうなの。なんかちょっとこの女子の心を引く杏仁豆腐とか、確かに、あとはイチゴとかいろいろ、あ、くるみ付きな子とかもあります。あ、最高。ポイントは筋肉つける時にはホエプロテインを使ってたと思うんですけど、はい、多いです。プラスダイエットの時は植物性のプロテインも入ってた方がいいので、ピーっていうエンドウ豆のプロテイン入れてます。両方取っていただくと筋肉も落とさずにお胸も張りを保ったまま、そしてお腹もすかないという。できればですね、体重 1kg に対してダイエット中は 1.2 から 1.5g ぐらい取っていただきたいので、ゆずきちゃんの場合だと 60g から 75g ぐらいの1日タンパク質量を取っていただきたいのね。朝晩できればプロテイン飲んでいただきたい。はい、お食事の前に飲んでください。はい、でその後食事していただいて結構です。普通にお米も食べていいんですか。はい、お米は全くなしだと体が冷えちゃうので女性の場合は取った方がいいです。普通に食べていただいていいんですけど、冬の時はこのカロリーカットのやつを飲んでいただくと心強い。これは、うん、これはね、腸の中を、今腸活とか流行ってるじゃないですか。流行ってますね。今ヤクルト飲んでますよ、うん、あ、素晴らしい。ヤクルト1000、うん、素晴らしい。そのヤクルトは菌を入れて増やすってやつなんですけど、それプラスね、これ大事な食物繊維とか、あのそんなものも入ってます。腸をきれいにしておくと、うん、痩せ菌でいっぱいになるので、うん、リバウンドしなくなります。ぜひちょっと、はい、この3つですね、取っていただくと。肌荒れも心配なんですけど、それってどうしたらいいんですかね。それはいろんな原因があって、もちろん腸をきれいにするっていうことも大事だし、糖質を取るとね、炎症として肌荒れが起きるんですね、うん、タンパク質取っていただいてると糖質取りたくなくなってきますので、はい、肌荒れ収まると思います。そうなんですね、はい、タンパク質、分かりました。ということで、エステもやりながら、運動もやりながら、食事も気をつけながら、はい、ダイエットをやっていきたいと思います。はい、先生今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。本日も最後まで見てくださってありがとうございます。ちょっとでもいいねと思ってくださった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントの方もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。